僕はいつものように車中泊へ行く途中だった。そこでまさかの思いがけない出会いをしました。こんばんは。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫です。こんなところに出たら危ないですよ。ダメですよ、こんなところに出ちゃ。とりあえずちょっと水買ってくるんで、水買ってくるんでちょっと待っててくださいね。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと買ってきます。マジか。どこ行った？嘘。おっと。怖い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 。あー、いた。待っててって言ったのに。水飲んでください、とりあえず。ありがとうございます。あ、切れます？ はい、どうぞ。とりあえずここに行っても危ないんで、ちょっとどっか行きましょう。男の人なんて信じられない。いや。ここにいた方が多分危ないんで。ラーメン好きだったりしますか？好き。じゃあラーメン食べに行きましょう。行く。じゃあ行きましょう。大丈夫ですか？行きましょう。ちょっと行きましょう。時間やってないんで、ちょっとやってるところがちょっと車で行かないとないんで、ちょっと車で行きましょう。車ですか？ちょ、ラーメンおごっちゃうんで、行きましょう。行く。行きましょう。今日何があったんですか？いや、実は、一緒に住んでた彼氏が、三股してて、帰ってきたら、手紙だけが置いてあって、二人で貯めた500円貯金がなくなってたんですよ。いくらちなみに入ってたんですか？100万円ぐらいですかね。おー、マジで。なんか手紙には何か書いてあったんですか？夜の相性は最高だったけど、やっぱり若い子がいいとなるほか、ど。すごい内容ですね。一回も解約されてて、うわ、連絡する手段とかないんですか？あ、いいですよ、どうぞ、どうぞ。いただきます。全然、あ、どうぞ、脱いでいいですか？はい、大丈夫です。多分お名前聞いてなかったんですけど、はい、カンナって言います。カンナさんで、はい、僕、ニンニと言います。ニンニ、はい。YouTube での仕事やってるんですけど、顔大丈夫でした？え、顔はちょっと、あ、じゃあ、ちょっと見えない程度だったら大丈夫ですか？でも、ここから下だったら、ああ、わかります。はい、元気になりました。あ、よかった。ありがとうございます。家まで送ってくんで。家まで送ってくんで。今日はもう帰りたくない。ただ、じゃあ、うちの車、車中泊仕様の車なんで、じゃあ僕、前で寝るんで、神田さん、後ろで寝てもらえれば。言葉に甘えて。じゃあ、それで。いつもここで車中泊してるんです。こんなところで？そう、結構落ち着くんですよ、橋の下が。ここでいつも寝てるんですか？そうですね。気になってたんですけど、見たことないものがいっぱい置いてありますよね。そうですね。一応車中泊グッズちょっといろいろ今まで集めたんで。車中泊？うん。私も実は車中泊しようかなって考えてたんですよ。どんなのがあるのか教えてください。全然、いいですよ。災害対策とか、この間僕もね、停電とかあったんですけど、その時にそのバッテリー。これですね。あとこれだね。この間ね、ツイッターの応募したら当たっちゃったやつ。すごい。そう。これが冷凍。そう。開けてもらっていい？
で、これすごいのが冷蔵と加熱ができる冷蔵庫なんですよ。え、加熱もできるんですか。そう、55度までいけるんで、暖かいね。冬とか使えるし、夏は逆に冷凍とかでも使える。すごい優れもの。便利ですね。そう、便利。だからそのこの間ね、家が停電した時に、あのこれとこれがあったら冷蔵庫に入ってたのに隠さなかったんですね。こういったもの天井に置いて、これで例えば携帯充電したりとか、あとこのバッテリー自体も充電させることができるっていう。おー、すごい、はい。あとさらにね、今のだけじゃ足りない場合もあるんですよね、あの電池が。これもソーラーでできるやつですよね。さらにね、こちらです。ギャン、すごい。水と塩だけでスマホ充電。すごい、これ初めて見ました。これね、実はね、海水でも発電できるんですけど、海水、川の水とかでもいいです。ただその塩がないとダメなんで、これ塩ね。これ30回ぐらい振っていきます。ちょっとそれやりたいんですけど、はい、いいですか。でもちょっと漏れちゃうんで押さえて上下に、上下に。で最後に蓋を開けると完了です。はい、でこれでね、はい、ランタンがになりますね。はい、あとね、これね、携帯の充電もできちゃう。あ、すごい、本当に、ジェットリーっていうのがありました。え、それ何ですか。災害があって、じゃあ川の水を飲まないといけないけど、これがあれば川の水を飲めます。これもあった方がいいかなと思います。はい、じゃあ僕の中でね、めっちゃおすすめな、じゃーん、これは何ですか。アルプト。何に使うんですか。お湯を沸かせるんですよ。お湯を沸かせたらいい。あの味噌汁作ったりとか、ご飯も炊けるもの。あー、すごい、これはもう絶対必要ですね。そう、アルコールランプで火を炊けると。で強風の中でも使えるんで、アウトドアやる人はこれ 1個あった方が絶対いいかなって思います。火使うんで、はい、消火具ですね。あー、火使わなくてもやっぱその車乗ってると配線がいっぱいあったりするんで、火事とかになったこともあるんですね。そういうですね。多分ね、女性なら結構知ってるかなと思うんだけど、あ、これ同じの、家にあります。同じの使ってる。水で薄めて使うものなんですけど、いろいろなものを殺菌したり、すごい便利なんですよね。うちでは消臭に使ったり、殺菌に使ったり、本当にいろんなことに、うがいするのにすごいいいって聞いたことあります。あ、そうなんだ、そういう使い方もあるので、最後ね、案内したのはこれですね。知ってます、これ。これ何ですか。結構ね、やっぱ車中泊生活しちゃうと肩がバキバキになったりとかするんですよね。はい、そのマッサージケース、マッサージケース。すごい、みんな結構持ってますよ。ちょっと使ってみたいかも。あ、いいですよ。じゃあちょっと一回体育座りじゃしてもらっていいですか。こんな感じで。そう、それをちょっともうちょっと開いてもらって、で、これでちょっとこうやって。後から追加料金ください。あ、もう払うお金ないよ。じゃあもう帰ります。何やってんすか。あ、ちゃんいたの。うん。何やってたんですかね。お掃除。お掃除。お掃除。あ、車内を。ちょっと心の掃除した方がいいと思いますね。妄想が過ぎますよ。ね。妄想できてるんで。悲しい、私は。かわいそうな人だよ。災害対策についてちょっとお話をしていただきました。で、千葉のね、台風の件もあったと思いますし、私もね、台風の影響で、停電しました。グッズあった方が絶対いいなって思いました。周りのね、あの住民の方もすごい出てきて、大当ての状態だったんですけども、あと2人はね、あの車内からちょっと持ち出して、まあ余裕じゃないですけども、安心して暮らしてました。あの、もし持ってない方、本当持ってない方、皆さん購入してください。はい、別に同じ商品じゃなくてもいいです。皆さんがいいと思った災害グッズ、何かね、1つ2つ必ず購入してください。よろしくお願いします。ではね、はい、動画の方がいいと思った方は、動画の評価ですね、評価、これですね。とチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。で、購入の方もポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。